私はですね、さっき挙手してくださいって言われて挙手しなかった人で、怖い話が実はすごい苦手です。苦手だけど、なぜかこのなんかビブリオバトルに招待されて、まあ、せっかくだから聞いてみたいなと思って、ここからにはちょっと出ようと思って一冊だけ読んでみました。そしたら小学校ぐらいまでしかそういう怖い話読んだことないんですけど、それ以降は自分で選べるようになったから読まなかった。でもこれ読んでみたんですけど、一冊だけ買って全く怖くなかった。これね、水木しげるさんの本、まあ、漫画って皆さん一度は読まれたことあると思うんですけど、この雰囲気が怖いじゃないですか。なんと天描画というか、すごいこのベタというか、なんと見えない怖い。これを私昔ね、私の両親が買ったガロっていう本で、そちらなんか偉い犬みたいな。で、すごい小さい小学校の時に読んで、恐ろしくて本当に寝れなかった。怖いイメージかなって、全然読んでなかったんです。で、小学生から数えると30年くらい経って、読んだら本当にもう怖いぐらいにですね、全く怖くなくて。で、まあそういうことでちょっと水木しげるさんの東海道四ツ谷怪談というのをお勧めしたいと思います。四ツ谷怪談っていうのは多分皆さんお話は、まあ、大体ご存知かと思います。伊右衛門というひどい男とお岩さんというこう綺麗な女性がいて結婚して、そしてその後伊右衛門さんがちょっとまあ進もうかされて悪いことして、お岩さんを、お岩さんを見つけて、顔がこうすごいひどい顔になっちゃって、でなんか最後には、まあ、殺しちゃって呪われるみたいな、そんな話なんですけど、これを水木しげるさんが書くとそんなになっちゃうのかという正直ね、全く別の話。一応私これのために青空文庫 Kindle で四ツ谷怪談で無料で読めるんですけど、それもちゃんと読んでます。で、全く話が違います。だからぜひこう皆さんにもおすすめしたいと思っています。何が違うかと言いますと、最初から正直はちゃめちゃというか、最初妖怪の、まあ、1年に1回あるお祭り、夏祭りみたいなものがあるというところは話が始まるんですね。そしてそこに、幹事役として龍の一族と天の尺の一族が、幹事役として指定されました。ちょっと見にくいですけど、龍と天の尺、そこから始まって、幹事は天の尺は何回もやってて慣れてるんですけど、龍一族っていうのは今回は初めてそして、天の尺が龍に毎日ションベンの風呂に入れとか、あとはですね、その大会の当日はその大王、あの妖怪の大王様の前に裸で行かなきゃいけないとか、そればっかり教えるのそして、龍一とかでもまあ初めてなので分かんないんで、そのまま行ったら、大王様の前で恥をかかされてみんな笑われて、そしてその年に一度のお祭りでは絶対に喧嘩しちゃいけないと。普段妖怪っていうのは喧嘩ばっかりしてるんですけど、喧嘩しちゃいけないというルールがあって、それを破って怒っちゃうんですね。そして、大王様が怒って龍一族をもう絶滅させろと言って、天の尺は龍一族を絶滅させたんですね。そしてでも龍一族はただ一匹残っていたと。そしてその魂は人間界にいて、それがお岩さんに乗り移っていると。そこから話が始まって、その後こう天の尺一族からこう刺客として派遣された一、まあ、人がまた人間一人移って、そいつがこう家門をそそのかして、まあいろいろそこから始まる。まあ、だからね、まあ、四ツ谷怪談を、まあ、Kindle の無料版読むなり、まあ、ご存知で読んだ後で読んで、あその後にこれを読むと非常に、なるほど、水木しげるさんと変わった人だな、実は怖くないんだなということが分かります。
以上です。ありがとうございました。はい、山の裏手が出ていて、もしかしたら出てきてほしいです。残念ながら出てこない。僕はプロダクションなので。まあ対談テーマだと探さないから。数ある対談関係、怖い関係のなぜそこに行ったか。ね、だから階段あまり知らなくて、で階段で何か自分が知ってるんで、結構ね3週間ぐらい悩んだの、まあ、まずはもう検索もしたくないし怖いからでその中で覚えたのが、その最初に言ったこのガロっていう、昔子供の頃、母親とか子供の頃に買ったガロを呼んで怖い思いしたのを思い出して、それなりに知ってるかなそれで四谷階段はたまたま私最近予定に行くことがあるのかな。場所は確認しましたけど、その近くにも500メーター以内ぐらいにしょっちゅう行ってるんですが、行ってません。やばい帰りにいたら呼んでおります。はい、もうすごい、いや一生懸命読ませようとしたんだけど全然